皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の英文法、今回は must について説明します。この must という単語は何々しなければならないという意味を表す単語です。この must は今まで学習した can や will と同じように助動詞の仲間です。ですから主語の後ろに must が来るとその後ろ動詞は原形になります。must とほぼ同じ意味を表す表現、もうすでに学習しましたね。そうです、これは have to または has to ですね。これがありました、ね、ここで確認しておきますね。では例の1、見てください。彼女は朝6時に起きなくてはなりません。こういう英文を作るとき、何々しなくてはいけないので、主語の C の後ろに must をつけて、She must 起きるは get up。get up at 6 in the morning。She must get up at 6 in the morning。こんな風になります。must は助動詞なので、主語がどんなものが来ても形が変わることはありませんし、must は助動詞なので、後ろは必ず動詞の原形が来ます。get は三人称単数だから gets のように s がついた形になることはないんですね。例の2を見てください。You are kind to everyone. You are kind to everyone.あなたはみんなに親切です。素晴らしい人ですね。これをあなたはみんなに親切にしなくてはいけませんという英文に書き換えるとき、主語 you の後ろに must をつけて you must。must の後ろは動詞原形ですよね。元の文章で動詞は be 動詞のAre を使っていますね。この Are の原型は Be なので You must be kind to everyone、ね、You must be kind to everyone、ね、この Be 動詞の場合は原型が Be だということ、このことにもちょっと気をつけておきましょう。では次です。 Must を否定する Must notね、must not、 これは何々してはいけないという意味になります。この must not というほぼ同じ意味になる表現、これ中学1年生の時に学習した否定の命令文があります。否定の命令文、これは don't 何々、この don't で始まりましたね。この must not の文章と don't で始まる文章、ほぼ同じ意味の文章になります。例えば、例の3。You eat too much. You eat too much. あなたは食べ過ぎます。こういう意味の文章なんですけれど、ね、食べ過ぎてはいけません。あなたは食べ過ぎてはいけませんという意味の文にするとき、must not を使って、you must not eat too much. You must not eat too much.、ね、これであなたは食べ過ぎてはいけません、ね。何々してはいけない。食べ過ぎてはいけませんという文章になりました。または同じ意味の文章で、don't を使えば、don't eat too much. Don't eat too much.、ね、これでも上の You must not eat too much とほぼ同じ意味の文章になります。で、一つ気をつけておいてほしいことがあります。それは must not はしてはいけないという意味になるのに対して
must とほぼ同じになった have to の場合ですね。これ don't have to または doesn't have to ですね。この場合はしなくてもいい、する必要はないという意味になるので、ここの部分ね、覚えておいてください。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。今回は must の説明をしました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。